アウレリオ・アンドレアッツオリは、イタリア・マッサ出身のサッカー指導者。ゲンエンポリ FC 監督。2005年、アンドレアッツオリは AS ローマの監督に就任した、ルチアーノ・スパレッティのアシスタントコーチに就任した。スパレッティが AS ローマの監督を辞任した際に、アンドレアッツオリも AS ローマを去ったが、2011年に、ヴィンチェンツオ・モンテルッラ監督によって呼び戻され、 アシスタントコーチに就任した。その後、ルイス・エンリケ、ズデネク・ゼーマンが就任してからもテクニカルスタッフとしてチームに残った。2013年2月2日、解任されたゼーマンの公認として2012から13シーズンまで暫定的に監督に就任した。監督就任後、セリエ A のユベントス FC 戦で1から0で勝利し、初勝利を挙げた。 2013年4月8日、監督として、初めて SS ラツィオとのローマダービーで指揮し、1から1で引き分けた。2013年4月17日、コッパイタリア準決勝でインテルに2から3で勝利し、決勝に進出した。2013年5月23日、コッパイタリア決勝の SS ラツィオ戦は0の1で、敗れた。2013年6月12日、 リュディ・ガルシアがアンドレア・ッツオーリの公認として監督に就任することをジェームズ・パロッタ会長が発表しアンドレア・ッツオーリは監督を退任した。2017年12月17日、ビチェンツ・ビバリーニの公認としてセリエ B のエンポリー FC の監督に就任した。クラブをセリエ B 優勝に導き一部昇格を果たした。 2018年5月21日に契約を2021年まで延長した。ありがとうございます。